こんにちは、のぶです。今日は、日頃自分が使っているアイテムをご紹介していきたいと思います。それは何かと言いますと、こちらです。日焼け止めなんですけど、 AHC のナチュラルパーフェクションダブルシールドサンスティックです。紫外線って一年中降り注いでるって知ってました？自分はフリースタイルフットボールをやっていて、外で練習する機会が多いんですね。おかげで、練習しているのによく顔焼けたねとか言われることが多くなったんですね。何か対策をしないとなと思って探していました。紫外線って2種類あること知ってました？紫外線 A が UVA と紫外線 B が UVB があると。 A と B によってそれぞれ体に与える影響が、違うと。最初の紫外線 A 波 UVA は肌が黒くなってしまう、あとはシワとかたるみなどの促進があります。そして紫外線 B 波 UVB は肌の炎症、シミ、そばかすの促進という影響があります。今までクリームを使っていたんですけども、手がやっぱりこうちょっとベトついちゃうというの で簡単にこう触れるものはないかなと思ってスティックタイプのものにしました。この AHC さんのナチュラルパーフェクションダブルシールドサンスティックなんですけども、こちら SPF50+、 あとは PA のプラス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 というものがあるんですね。で、この SPF ってサンプロテクションファクターの略だそうです。紫外線 B 波この UVB にの効果を表す指標だそうです。 SPF50 っていうのはその肌が敏感な方でも50であれば炎症を防止できるということから、その基準が SPF50、 肌の敏感な方でも炎症の防止効果があるということで、その基準にして、で50よりももっと高い数値ですよということで、この50プラスという表記があると。そして一方 PA の略なんですけども、プロテクショングレードオブ UVA の略だそうです。で、この PA はこの紫外線 A 波の防御効果の指標ということだそうなんですけども、プラスが多くなればなるほど紫外線 A 波に効果的だと。紫外線は一年中降り注いでいると、1月からこうどんどん上がっていて、で3月ぐらいから上がるんですね、急に。で、6、7、8月がピークを迎えて山なりになっていくんですけども、一年中紫外線があるということなので、全くない月はないと。そこで手にベトつかなくって何か簡単に塗れるものがないかなと思って探していました。で、そこでこちらのAHC さんのスティックタイプの日焼け止めを見つけました。どういうものかというと、まず蓋を開けます。ここのこれをこう回していくと出てきますよね。こう結構簡単に塗れるんですよね。こうやってデコボコしているところありますよね。それは縦にしてこうデコボコしてるところを塗っていくとちゃんと塗ることができます。すごい簡単で手も汚れないですし、いいなと思いました。で、香りなんですけど、若干匂いがあるかなっていう感じなんですけど、もうほとんどもう香りがない感じですね。しかも跡がつかないんですね。すごく簡単に塗ることができます。今日はスティックタイプの
AHC さんのナチュラルパーフェクションダブルシールドサンスティックをご紹介してみました。使用の前には必ず商品のラベルや注意書きをご確認ください。でまたアレルギー体質の方とか妊婦さんの方はかかりつけのお医者さんのご相談の上ご購入をお願いします。ということで今日は AHC さんのスティックタイプの日焼け止めをご紹介してみました。だんだん暑い季節になってきてこれから紫外線が強くなる時期だと思いますのでちょっとご紹介してみました。もし参考までに概要欄の方に商品のリンクを貼っておきましたのでぜひ気になる方はチェックしてみてください。ご視聴の方どうもありがとうございました。皆さんに感謝してこの動画を終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。